カリスマ講師。違います。はい、いや熊田陽子。熊田陽子。まだしていそうよ。AI に乗っ取られたか。違う。レッスン早押しクイズ。第2回でございます。川本もやりたいと、回答者側でやりたいということで、相手なるかな。いや、めちゃめちゃ自信ありますよ。ほんま、はい、やっとりますよ。ゼロポイントの可能性あるで。いや、ほんま恥かくかもしれない。もう連想早押しクイズはですね、特定の答えに対して連想されるキーワードが9個出てきます。で、その回答から遠いキーワードが出ていって、早めに回答した方が高得点というふうになっております。まあ、9個キーワードがあるんで、1個目で回答できたら、10点、2個目だったら8点って下がっていって、9個目で回答できたってなったら1点という形に、ね、なっております、はい。で、前回からの、ちょっと改善点としてですね、1つのキーワードに対して回答権は1回です。自分が MC 回ったらルール厳しいし何回もいけたらあれなんで、回答は1回という形になってます。もちろんね、答えないっていう形も OK です。相手にヒントを与えちゃうかもしれない。確かに、そうですね。ということで、第1問からやっていきたいと思います。はいはい、問題は5問ございます。はい、これだったら 10ですか。MC バレ下手やん。それでは第1問からです。はい、行きましょう。第1問、1つ目です。はい、ライセンス。どの角度やろう。え、押していいねんで、全然。だって、いや、初めてやん。まあまあ、確かに、確かに。記念す。いた、いた。システム英単語。違います。どう繋がって収録されてますみたいな。2200人はね。はい、じゃあ2つ目のキーワードいきます。熊田陽子。熊田陽子。まだしていそうよ。熊田欲しいの。熊田陽子って分からんな。熊田陽子でも結構頭良かった印象あるのよ。あ、そうなんですか。うん、なんか賢かったイメージあんねんけどな。僕は答えないですよ。じゃあ次行きましょうか。はい、はい、栄養管理。栄養管理、あれですよね、大学受験に関係あるってこと。もちろんそうです。大学受験には絶対関係があります。栄養管理、これ3つ目です。栄養管理って何。取りやすい。してほしい。え、間違えない。いや、むずすぎる。めっちゃおもろい。じゃあ次行きましょうか。はい、ジャイアントパンダ。アドベンチャーワールド。何が関係あんねん。ジャイアン、矢田さん笑ったから多分1ポイント。ノーポイント。ノーポイントです。ちなみにですね、今回問題を作るにあたって、あのチャット GPT の力を借りています。うわ、先端に乗っていく。はい、このジャイアントパンダはあの GPT が出してくれたんですか。はい、キーワードですよね。僕が考えたやつもあります。調べたやつもあります。はい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 。GPT が出したやつもあります。じゃあ次いきますね。学習院大学。それ答え。学習院大学、それ答え。答えじゃない。まだ無理。まだ無理ですか。今これ5個目です。全く出てこへん。めちゃくちゃ難しい。学習院。じゃあ6個目、養鶏場。どうも分からへん。関係なさすぎる気する。養鶏場、え、僕らが知らない可能性ある。絶対知ってます。絶対知ってます。養鶏場もこれ GPT が出してるんですね。だってパンダと、うん、鶏が共存するキーワードなんかある。じゃあロゴとか。じゃあ7個目いきますね。はい、犬。え、ムツゴロウさん。ムツゴロウ動物大好きやん。そろそろですよ。そろそろ犬。7、8、9個目はね、結構そろそろのやつ出てきてますからね。むず。はい、じゃあ次いきます。ラストあと2個ですよ。8個目。はい、病院。もう出るでしょ。学習院、獣医学部。正解。そういうことか。はい、そうやわ。そういうことです。学部な、はい、そういうことか。獣医学部は獣医師のライセンスが取れますね。で、熊田陽子さんは日本大学の獣医学部を卒業してて、学習院とかはですね、獣医学部があったり、まあ、栄養管理、ジャイアントパンダ、養鶏場とかは獣医学部とですね、関連して、そういう細かい動物のことも学ぶ、はいはい、栄養管理も学ぶ。で、まあ、犬、病院で、ラストの9個目は医学部でないでした。ああ、なるほどなるほどなるほど、はい、という問題です。このレベルが続きますよ。バリムズい。今ので今井先生が2ポイントとなりました。いや、やばい。いや、6つ、うまっ。じゃあ続いて第2問いきたいと思います。はい、1つ目のキーワード、就職率。世界大学ランキング。違います。就職率、立命館大学。違います。ちなみにこれは回答も設問も全部 GPT の問題です。なるほど。 AI に乗っ取られたか。僕は全く触ってないです、これ。じゃあ続いていきます。2つ目、学部学科。学部学科、就職率、学部学科。次いきますか。はい、次いきましょう。
3つ目オープンキャンパス。近畿大学。違います。早稲田大学です。誰も気づいてないから気づいてなかったか考えてたけど危なかった。よう気づいたな。4つ目いきます、はい、大学ランキング。復習しますと就職率学部学科オープンキャンパス大学ランキング。続いて5つ目、入学料。その絞られへんのもない入学料。いやでもこれ、ね、回答見たらおー確かになってなります。理系。違います。入試要項。違います。あでもねいいですよ。どっちがっすか。今井さんがいい。いやどっちもいい。ヒント出すと概念がそんな具体的じゃないんですよ。抽象的なんでこういうようなキーワードになってるのかなと思います。続いてキャンパスライフ。入試説明会。違います。志望動機。うー違います。続いて7個目いきます。学びの環境。うわ待って、キャンパス。違います。6つ目キャンパスライフって言いましたね。で7つ目学びの環境。川本さん大丈夫ですか。うん1回1回です。1回ステイで。じゃあ8、進学実績。えあれちょっと待って遠のいた。進学実績。いやでもこれは良くない。手を加えるべきだったかもしれない。この8番は。じゃあラストいこうか。9個目、併願校。あ川本選手出願。違う今井選手。えちょっと待って、俺もそれだと思って。え志望校。正解正解でございます。はい、就職率を見て、まあ、志望校にするか学部学科どこにするか、はいはいはい、オープンキャンパスで志望校を決める大学ランキングで志望校に、全部志望校につながってる。ただこれは難しいよね。概念めっちゃいい問題。めっちゃいい問題。ここまでおさらいすると今井先生が3ポイント、川本先生が0ポイントと。それでは第3問目いきたいと思います、はい、1つ目予備校。2つ目、花尾。あのユーチューバー。ユーチューバーの最近引退しました。大阪大学。違います。まあ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 。一キーワードで一個答え言わんの。どうかい。カリスマ講師。違います。はい。いや。はい。三つ目、友達。友達。サークル。違います。ああなるほどな。予備校にサークルあったらあかんな。そうなんです。続いて4つ目です。タモリ。タモリさんですね。世界の中。タモリじゃないですか。笑っていいと思うしか出てこない。間違いない。サングラスしか出てこない。めっちゃむずないですか。5つ目、遊ぶ。あ、はい。うわ、これ花尾さんに失礼かな。浪人。正解でーす。全然失礼じゃないですよ。浪人されてたっけと思って。浪人してますねー。いや、全然怖い。間違いないよ。ちなみに、6つ目からが伸びない。うわ量後悔もう1年後半までいけばね。バリ問題作るのうまい。巧妙。今井先生が今ので5問目で、回答したということで5点、はい、合計10点という形になりますね。やばいやばいじゃん。そうあと2問しかありませんから。これ1問目で当ててもまた届かへんっていう。やばい大差をつけてます。やばい。はい、じゃあ続いてね、はい、第4問目となりました、はい、1つ目のキーワード10。これはキーワードやな。10もう絞れてる。次のキーワードでいける。マジっすか。 GPT やん。あこれはね全部僕が作りましたね。ああマジっすか。 GPT ではなくて10。まあ次行きます。次行きましょう。2つ目のキーワード2020。ん2020 2023年前。川本先生共通テスト。違います。10もう一個出たらいけるか。はい、3つ目のキーワード360。数字が続きますね。数字です。うわちょっと待って、360なんかの構成ですかね。360って何や、何の数字や。じゃあ4つ目のキーワードいきます。はい、1500。数字が続きます。これ6つ目まで数字が続きます。10、2020、360、1500です。うわシステム団子。違います。何1500。答えへんかと、もったいない。俺お手つきしてるから。2020。はい、単語。違います。じゃあ続いて5つ目、これはまあ大きなヒントになるんではないか、早押し勝負になるんではないかというところでございます。5つ目のキーワード28-25=3。え28-25=3。全く同じと同じ速度でやめてもらっていい。それは3じゃなくてその方程式がいるってことですか。まあそうじゃないですか。そういうことですよね。なんで3じゃないかって。続いていきます。6つ目、
234。マドンナ古文単語。違います。皆さん回答大丈夫ですか？全く今絞れてないです。やばい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 。7個目いきたいと思います。最短最短最短、最も短い最短戦後よ。8つ目にいきたいと思います。龍之介バリだるいやん6時間の電文法。そうですなんでなん2人とも。でも2020って何ですか？2020は企画書が通って書き始めた年です。誰が分かんないそれ素敵。2022にしたら分かるやん。そうですね、出版された。そうだからこれは2020にしました。10はミニブックが、まあ、10分で言えたらいいよねの10で、360は6時間を分に換算したら360。えぐい。で28、そうなんですよ。28-25は普通の教科書とか参考書やったら助動詞28個活用覚えなあかんけど、6時間古典文法やったら3つの活用でいいよねっていう話です。1500は6時間古典文法の税込み前の1500円に10パーついて1650の、まあ、1500です。234は通常学校で、やるのは240時間だけど、6時間古典文法だったら6時間で終わって、みんな受験生の234時間が生み出されるよねっていう風に。えぐい。参考書書いてますし、今井先生がそれはもう生徒の頃からそれが一番最初に書かれてたというね、思い出してほしかったいやその2020がまず間違いなく参考書の出版タイミングか改訂タイミングやと思う。はいはいはい。最短でいけばよかったなるほどな。はい、ということで最後がミニブック9個目ミニブックでございます。で龍之介は矢沢龍之介もあるし、学研の担当編集者さんが、高橋龍之介さんっていう形で龍之介で被ってるんですよね。マブダチってことですね。はい、マブダチっていうことということで、矢沢のたった6時間で古典文法ということでした。はい、今井先生が10点加納先生が2点ということで、はい、ポイント倍です。ありがとうございます。いや3倍でいきましょうってことは結構むずいってことやったもん。結構むずい。川本先生にもし3問目までに当てられたら、まあ、今井先生はまあそうですよね、うん、お手つき解除していいですか？そうしましょうか。じゃあお手つき解除でいきたいと思います。はい、ということで第5問目、はい、1つ目のキーワードいきたいと思います、はい、キーエンス。練習関係ないか自問自答してた今近畿大学。違います。同志社大学。一旦2個目聞くです。行きましょう。2つ目のキーワードは年収。きっと年収よ。高学歴。違います。うーん、3つ目ここですよ。キーエンス年収ときて3つ目、200。これはむずい。ここで川本選手答えておかなければこれ以降で当てたとしても吉ですまあちょっとじゃあ200を難しくしすぎたんで変えます。200字です。これここまでいったらいける子はいける。200字文字の字です。はい、はい、今井先生。志望理由書。違います。エントリーシート。違います。小論文。違います。200字っすよね。はい、200字です。いける子はいけるんですね。いける子はいけると思いますね。200字って何や。今のはあの不良の事故ですヒントを出そうか。めっちゃヒントになるかもしれません。いいですか？いいですよ。早押しですよ。僕は利用しました。利用しました。はい、共通テスト。違います。200字が何か全く分かんないんですよね。全く分からない。俺ぐらい必死にならなあかんのあなたや余裕持ってるよヒントいく。ここで僕は別に4つ目のキーワード出してくれていいわけですからね、今井先生は利用してないですね。おそらく川本先生も利用してないんじゃないかな。あ、奨学金。あー正解VAR 今井の方が早いから。奨学金ですね。なるほどな。キーエンス財団がですね奨学金を用意しています。はい、そうなんや。年収の上限というかここまでだったらで200字は自分のこの経済状況とかをですね伝えないといけない紙面があるんですね。それを書かなければ、奨学金を借り入れない。でその後、まあ、特待銀行経済状況世帯収入返済日本学生支援機構というふうに奨学金やめちゃくちゃええ問題ということで、3倍なので
3問目だった今井先生が21点ということになりました。はいはいよ、31ポイント所有してる。あれ3倍やったら6個目までいけない。間違ってた。お前 MC にこんなお前だから特待銀行経済状況までいけてたんですね。自分で言っといて勘違いしてしまいました、はい、今井先生が31点田野先生が2点恥ずかしいっていかれるよ。いいもんゴリムズいやーおもろい、ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。